とう。こんばんは、こんばんは、なるみさん、ハートかけ5、ありがとう。そう、やましんさん、ハート、ありがとう。メロンパン、もしかしたら他より、どんぐらいだっただろう。でもね、わかんない。メール見てくれてるんで、ありがとう。結構大きかったよ。こんぐらいだったかも。縦にしたら。どんぐらいだったら、またクレ行った時に並べてみようかな、お顔と。結構ね、そう、クレのメロンパンのメロンパン。メロンパンっていうお店のメロンパンなんだけど、大きいの。しかも超ずっしり。びっくりすよ。あのね、持ったらね、すごい。ちょっとした筋トレになるもん。ヤドンさん、銀のだるま、ありがとう。そう、レンズ割れてなかった、よかった。保護フィルムだけだった。ねえ、すっきりした。こんばんは、こんばんは。そう、もやもやなくなったの。なるみさん、なんだっけ、銀のタコ、ありがとう。だるま、ありがとう。そうだね、フィルムはいつまで持つかな。ね。フィルム、毎月ぐらい変えてるけど。そう、ママさん認知。いや、多分ね、サラマンダーさんもママさん認知されてるはずよ。されてるよ。ってか、されてる、されてる。キヨ兄さん、銀のだるま、ありがとう。秋冬の服、今日はね、あんまり服見えなかった。明日また見ようかなって思ってて。今日はでもね、靴下とか変えたよ。あとね、今日はね、あそこに行ったんだもん。名古屋の方に行ったんだけど、高島屋で北海道物産展がやってて、そこで、あの、もつ鍋の元っていうか、なんか、もつを買ったんだけど、それをさっき食べてきたから、そう、美味しかった。鍋ちょっと久しぶりに食べたからさ、一人暮らしだとさ、どうしてもさ、鍋ってね、する気わかんないじゃん。だから食べれて美味しかった。もつ鍋。もつ鍋美味しいよね。これから美味しい季節よね。こんばんは、わんこそば、わんこそば。あ、ねえ、鈴鹿さんも今日七鍋対戦できた。それが鈴鹿さんもお母さんに、あ、はーって言って話したよ。そう。ヒャットンさん。だるま、銀のだるま、ありがとう。スカイキポ、お、愛知行ってた。私も今日愛知いたよ。あの、SK 栄行ってたよ。それこそあの、SKE さんのさ、劇場のとこの今、あの、なんだっけ、観覧車、あれが今 SKE さんのね、15周年のさ、あの、貼ってあったよね。そう、今日目の前通って、あ、いいなって思って。そう、あの、観覧車なんだっけ、なんていうけ、あれ、サンシャイン栄だ、サンシャイン栄今日通ったんだけど、そう、 SKE さんの観覧車になってた。うん、ね、今日ね、握手会だっけ、なんかあったんだよね。今日劇場あるかなって一応調べてみたけど、今日は劇場なかったんよね。ゲビさん、だるま、銀のだるま、ありがとう。暫定ちゃん、赤のタコ、ありがとう。うまちゃん、ハートかける100、ありがとう。あ、神戸でも、へえ、ラグビー型のね、なんかね、こういう形のね、そう、メロンパンだと、あ、難しい、こういう形の、伝わって難しい、いひひ、いひひ、そう、メロンパンの形、そう、ラグビー型だったの。そうなのね、岐阜のメロンパンと違う。ラグビーボールは食べてない。でもね、そう、あれ、クレ行ったのはね、私と、あの、おなじみ東京ちゃんお友達と行ったから、2個買ったのね、メロンパン。こうやってガッツリしたらラグビーボールだったよ。こんばんは。メロンパン美味しそうだった、本当に。え、メールを取ってくださってるんですか、ありがとうございます。そう、メロンパンね、いいよね。行ったことある、あそこ。あの、2期生さんのゆなゆなさんが、そう、行ったことがあるとこみたいで、それ見て私も行ってきたんですけど、そう、あの、外のね、外見っていうのか、店の雰囲気もすごい可愛かったんだよね。ね、室内ロイまた当たるといいけど、おママさん認知してほしい。うまちゃんも確実にしてるね。そう、足元から、そうだよ。靴下がね、そう、すぐ汚れちゃうから、新しいの買いました。ユニアンの生誕とかで、名札つけてマーサーに解釈とか。あるんじ
ゃない、それこそいつかあるんじゃない、いやへえ、味噌味、味噌味押しててよかった、待って私はえ、ちょうど1年前に、え、同じとこで食べたのあれだね、なんかよくあるのはさ、アイドルが行った場所をさ、ファンの方がさ聖地として行くけど、私は逆だよ、ファンの方が行ったところを行ってるみたいな偶然すごいね。岐阜は大阪の中でも東京近くって、そうなのよ、岐阜ね、どこに出るにもねちょうどいいんだよね。ママさんに認知されたいマクさんはされてますうわちゃん銀のだるまありがとう、やめしんさんも銀のだるまありがとう、ファンタさんも銀のだるま、こんぐらいかありがとう、お、メール見た、ありがとう。あれグルージュさんその時の配信見てたかわかんないけど、うん、何週間か前にアンナさんちょうどあれだよね、あの大恋の MV の話してたよね、見たらいの話、お手洗いと見たらいの話してて、そうあれのちょっと後とかにクレイ行ったからアンナさんのこと考えてたんだよね松鍋醤油味噌、え、もちろんあれ醤油でも味噌でもないの、わかんない、塩だ塩、なんか北海道の塩もつ鍋みたいなやつ食べました。そうあのなんだっけじゃ、高島屋、そうそう高島屋、ママさん認知されたい、もこさんはオーディション時代から絶対認知されてる、カメラさんとか、そう前撮った乗ってはないけど、そう一回だけね乗ったことあるんだけどね、そうそう、ラッピング、そうラッピングしちゃったの、そうなのそうなの、え、大丈夫、全然観覧車は全然大丈夫な人だよ、そうサンシャイン境の前今日通ったよ。鍋のおしめはうどん、どっちが好き、でも今日家族で話したのはラーメンだったな、そうなんかおすすめされたのはラーメンだった、もつ鍋のしめは、そう、でもどっちも好きよ、どっちも好き、ご飯入れてもうどん入れても美味しいよね、しめにね食べるのね、いいよね、わかる、卵とか落としても絶対美味しいだろうし、ひひひひ、ブレイクライさん銀のハートありがとう、ナスちゃんも銀のだるまこの辺かな、ありがとう、そうバリバリ境の辺行ってました、週末うっかり家に会わない気をつけないとどっかで会ったりするかもだよね。もこさん銀のハートありがとう、なんか今日カクカクしてる、なんだろう、ゆきにゃんは銀のだるまありがとう、今日は現地で通称とかで、明日が現地の握手会か、おお、通称とそれは行ったってことですねまたお話し会、そうだお話し会ね、最終受付だから書いとこう、お話し会待ってます、オッケー、ね、そうメロンパンね、ラグビー型の、そうこんばんはこんばんは、そうメロンパンっていうパン、そうメロンパンっていう場所のメロンパンっていうパンなの、お、夜券行ったの、いちじくミルク栗きんとん大福仕入れてきた、待って美味しそう、待ってそれ買いに行きたい、ちょっとスクショそうまだ岐阜にいるよ、そうだよ、広島ではメロンパンのことサンライズ太陽なんか調べたらメロンのコッペパンは出てきたけど、サンライズとも言うのか、東京ちゃんと私は幕張エッセで大阪のインデックスについてセントレアが大きい、おーそうなの、へえセントレアか、ちょっとだけ行ったことある、メロンパンメールの2枚目の写真、2枚目の方こうかな、こういうやつかな、好き、え、よかった嬉しい、あれも東京ちゃんが撮ってくれた写真だよ、東京にあるアンティアショップでメロンパンたまよってる、あ、そうなんだ、へえ。メロンパン独特の、そうメール取らんといけね、取ってんの知ってるぞよく返信してくれてんの知ってるぞ、揚げ冬の服はね、また明日見ようと思う、今日はね、そうね、まだね、あんま買えなかったの、そう、クレの冷麺美味しかったよ、今度はね、そう、今回は時間的に行けなかった、あのおもこいのね、撮影場所に今度クレイ行くときはね、行こうかなって思ってる、いひひいひひ、みんにゃんがファンの人の聖地巡礼、したい、みんな教えてよ、あの、なんて言うんだろう、
ここ行くといいよとか、撮影地こことかいいよとかさ、ちょっとマイナーのとことかでも出して行きたい。はい、もうママに認知されたい。多分されてるけど、おじさんもアンナさんのとこのによくいる方だよねって多分話したことあるはず。え、神戸でもサンライズって読むの？そうなの？へえ、これだけじゃないんだね。ハート型？ハート型。ラグビー型だよ。月曜は名古屋城。お、月曜名古屋城か。ほうほうほう。月曜日ね。名古屋城。ああああああ。ユニアン成長20回成長になった。そうだ、あの今日堺のそうサンシャイン堺から歩いて数分のところでなんかねカフェ入ったから、またカフェ多分メールで送ると思う。そうサンシャイン堺からすぐだったから行きやすいとこだと思う。あれ、ここは誰のルームね。本当に私の認知じゃなくてママさん認知を。ママさんを認知したい。ママさんを。そっち側が現れた。あんなちゃんエピソードありがとう。あんなちゃんエピソード、いつも私あんなさんのこと考えてるかも。何、恋してる。本当にそうなのよ。あのあれなの、あれ、ヤマトラムネとかも飲みたかったんだけど、そう、私行ったのが火曜日だったんだけど、火曜日ってクレの有名なとこがどこも閉じてて、そのあのクレの船のとこもだし、私が行ったかったカフェもだし、それ以外もなんかね、冷麺も本当はそう今回メールで送ったとこじゃなくて、冷麺の発祥のところに行く予定だったんだけど、そこも火曜日が定休日だったから、皆さんクレに行くときは火曜日を避けていきましょう。じゃないと私みたいなことになります。今度はあれ、火曜日を避けてクレに行ってきます。そう、あ、ありがとう、あの伝えてくれて。そう、18日の夜にそうやるので、お礼の配信を待ってます。とりあえず30以内の方をメッセージ書いてます、今と、31以下の方もお名前書き書きするので、ぜひ来てください。そう、塩のもつ鍋なの。そうなの、北海道のやつ。そう、塩もつ鍋、ハーク同じの買っちゃう。そう、サンシャイン栄。そう、東京ちゃんにもね認知されてるね。絶対されてるよ。キョウ兄さん、うまっ、ありがとう。カーモツ鍋、ちゃんぽん、あ、ちゃんぽん、あ、いいね、それもいそうね。締めがまい、え、わかる、それは。何、ラーメンのラーメン、卵落としたやつ、お、いいね、卵落としたの、いいね。なんだっけ、徳島か、徳島が卵落とすんだよね、ラーメン、徳島ラインね。最寄り駅着いても24時10分。わあ、日にちが変わってからだ。いや、なんかリクエストデート、あのユナみたいに、え、そうなの、リクエストさんとデートしたの、え、いいね、え、いいね、それ、え、そうなんだ、知らなかった、え、羨ましい。リクエストさん、リクエストさんね、最近選抜発表でね入ってらっしゃった、あの選抜発表の日、あの日たまたまリクエストさんとあの発表よりも何時間か前にお会いしてたからびっくりだった。リクスさんだって。岐阜と名古屋、岐阜と名古屋はね近いね。岐阜のどの辺かにもよるけど結構近いよ。そう、膝の辺からだとちょっと時間かかるかも。おかきやって水まんじゅう、お、いいじゃん、水まんじゅういいよね、いいよね。じゃね、サンライズね、初めて聞いた私。サンライズっての上にサンライナーさん、サンライナーさん、銀のだるま、ありがとうね。東京ちゃんロスがね、大丈夫、東京ちゃんとは3456789と7ヶ月連続で会ってるから大丈夫。広島と東京でこんな払えてるのに毎月会ってるから、そう、そう、まあ、3月の時はまだ私が岐阜にいた時にやったんだけど、そう、そうだよ。こんな離れてるのに、私が岐阜に帰ってきた時に名古屋の辺で遊んだりとか、あとは広島に来てくれたり、今回は東京に私が行ったりとか。ベテランのメンバー卒業した、今は10期と11期の2人だけ、え、誰だろう、
ジュイキさんならわかるよ。ジュイキさんならわかる。メンバーあれ、ジュイキさん少ないしね。6人だよね今は。発表当初は7人だったけど、私ジュイキさんのお披露目の公演入ったからさ、そうすごい覚えてる。ヒホメジュアル、あ混んでるね。確かに確かに、そうそう、このなるみさんがね教えてくれてるここの場所が元の発祥の場所で、本当はそこに行きたかったんだよね。でもね、そう、あの今回行った方も美味しかった。フライス、アイスモナカ、えそれ食べれてないの私。まず盛岡、ほう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 、なるほど。冷麺ね、冷麺美味しいよね。上に乗ってるエビが美味しかった。ガンダム、ガンダムわかんないなインスタメンバー聖地巡礼してる写真たくさんある。おう、え本当に、えちょっと気になる、見たい見ちゃおうね。あ、尾道、尾道もねあるよね。メタルとか風待ちとかね行きたいんだよね。ね、いいねヤトさん星ありがとう。そう、ママも認知してるよ本当、え、どこだろう、あれあれどこなんだろう。え、でもサンシャイン栄から本当歩いてすぐのところ、店がね漢字で5文字ぐらいだったはずみんな、あんなと聞かせてしようかあんなさん許可してくれるかなそう、サンシャイン栄の近くのカフェで、昔ながらの感じのとこで、食器がすごいこだわってた。そう、火曜日休みのとこがそう多いの。そう、バターケーキね食べたいね今度。あ、いけてない、いけてないのかまた次の機会にね。何だったかな、9 すごいよね、ほんと偶然、ほんとになっちゃん銀のタコありがとう。あえて火曜日に、あ、なるほどね、同じ思いあ、ゆいにゃんもここも休みか、ここも休みかってなってたのかって思って、私と同じルート辿っちゃう18日にお礼配信、いつかはお礼配信で、え、アイスレモンさんも確か私書いたはずよ。30以内確か入っていらっしゃったから書いたよこんばんは、こんばんは。毎日スントゥブ、スントゥブ、あ、美味しいよね。なんかさ、カップのやつ、カップのやつ、あれ食べ、たまに食べる、あれ好きだよ私。チラッチラッそう、ユーナね、デビュー前にそう、リコシさんとリンコさんと会って、それがきっかけでオーディション受けてるからね、嬉しかっただろうね。リンコさんともね、ユーナ会えたらいいけどね。リンコさん、そ、あれだよね、グループにいた期間はかぶってるけどね、一度もお会いできずに卒業だったので、私は卒業公演は入ってないけど、あれだった、リアルタイムで DMM で配信見させていただいてた。こんばんは、こんばんは。お、もう158なのアナさんと配信、したい。え、でもこの前ね、この前って言っても、卒業発表されたちょっと後に、その日かな、そのほんとすぐの時に、あれだった、アンナさんから、あの、配信一緒にしたいって言ってくださってたから、多分ね、していただける。え、したいなフラッキー食べてみたいね、それはユンナンがよくユイニャンとアミン仲良しのとこ羨ましがってた。嬉しい嬉しい、それはもう私ね、アンナさんと何回お会いできるか分かんないから。でも竹野さんも卒業コンサートにもアンナさん出られるみたいだから、またね、同じステージにさ、もう立てないと思ってたから、立てるのが嬉しい了解。徳島ラーメン、あ、ラーメンだけ食べに行ったんだ。へー、そうなんだ、そんだけ美味しいってことか。へー、かわいい、ありがとう今日は、でもメインは、そう、境の辺に行ったメインは、お肌のエステに行ってました。そう、まだ2回目エステに行ってたので、肌ツヤがちょっといつもよりいいのは気づかないかな、さすがに配信だと分かんないかもだけど、めっちゃね、もちもちにしてもらったの。そう、サンシャイン栄から歩いてすぐのとこのエステ行ってて、そう、
だから今日前髪ここで分けてる。あのエステ行ってさ、前髪バーっていっちゃうからさ。イヒヒ。ユニア聖地、そう、ユニア聖地イコール東京ちゃん聖地、本当に8割9割そうだよ。あの聖地行った時の写真は基本東京ちゃんに撮ってもらったやつだから、そうそう、お披露目公演、そう、11期さんの入ってるの。あ、くるみちゃん、あ、なるほどね、くるみさんか、わかるよわかるよ。ちょっと覚えとくわ、覚えとく。こんばんは、こんばんは、こんばんは。推し単位で聖地巡礼マップ共有してる。そんなとこあるの。そうなんだ、知らない。ぬいこさん、星レインボースターありがとう。サンシャイン栄、サンシャイン栄、サンシャイン栄、言えた。でもちょっと難しいよね。そう、カフェ巡り好き。でも今回のところは私が行きたいって言ったによって、お母さんがここ行きたいって言って行ったとこだから、私の聖地っていうよりはお母さんの聖地に近いかも。大須の方は今回行ってない。でも岐阜の辺住んでた時はたまに行ってたよ、近くに。え、かなっていう。待って、それ早く聞いてたら行ってたかも。かなう、写真撮ってかなうに送りたい。バターケーキ、バターケーキ、バターケーキ食べたいな。ピンク亀尾さん、結婚してまだ17なんですよ。りかしさんのかき氷いいな、どこだろう、雪帽子とかかな、違うかな、雪帽子も行きたいの。東京ちゃんと行こうかなって話してたけど、結局雨がすごくて行けなかったよね。コンパルっていう喫茶店、私知らないかも、コンパル、ちょっと気になる。え、コスプレで参加してたの、そうなの、へえ、もし現地行ってたら分かったかもだよね。ね、そうだよね、りんこさんね、もしかしたら会えるかもだもんね。ね、そう、楽しみ楽しみ。あ、待って、え、ここで会ってるかも、なるみさんが書いてくださってる西原コーヒー店、ここで合ってると思う。そう、プリンが有名なとこ。え、すごい。え、すごい、もしかして行ったことあるのかな。かプリンがなんかこういうさ、台形の形じゃなくて四角い、なんか多分なんか大きいので作って、それを切ってるのかな、こんぐらい、もうちょい大きいかな、こんぐらいで、上にアイスがね、バニラアイスが乗ってて、そう、なんか雰囲気がね、ちょっと暗めのところで雰囲気がいい感じで、あの食器がね、お母さんが食器大好きなんだけど、すごいいいところの食器使ってて、そう、1枚もうね、あのだいぶするみたいな。そういうレベルのすごいいいお皿使ってるって言ってた、お母さんが。多分ね、そこで合ってる。え、待って、多分お母さん配信見てくれてるけど合ってる、西原コーヒー店で合ってるかな。そう、プリンが有名なとこなの。そう、そこで合ってると思うよ。5文字だったもん、確か。漢字5文字だった。お母さん見てるかな？ LINE が来ない。いつも来るのに。ももじろうさん。結婚、まあ、十何かな。アンドーナツ、いいね。食べたいね。かわいいも。かわいいも。ありがとう。あ、正解だって。え、待って。なるみさん、正解らしいよ。正解らしいよ。みんな。スクショだよ、西原コーヒー店ってとこだって。だってさ、そう、私はプリンとアイスレモンティーをいただいて、お母さんはハムとチーズと何かが、キュウリとハムとチーズのサンドの食べて、お母さんはコーヒー飲んでた。そう。メールを取るとあれですよ、座った席まで分かっちゃいます。こんばんは、こんばんは。そう、マクさん、かわいい、ありがとう。お肌綺麗ですね、ちょっと遅いでしょ。そう、エステなんかね、分かんない、なんか蒸気浴びながらこうやってしたりとか、そう、毛穴を綺麗にしてもらった。わかる、配信越しだとわかんないかも。え、岐阜のエステわかんない、どうなんだろう、もう探せばあると思う、駅の辺とかなりそうね。アンナさんね、もう卒業撤回してもらって大丈夫です、本当に本当にしてほしい。
こんばんは、こんばんは。そうだと思ってました。本当に本当に思ってる。いつもよりね、急にみんな私が言った瞬間にそうやって言うの、ちょっと。ちょっと。ひなちゃんさん、東京ちゃん、やだな、もともとの友達にさん付け寂しい。なんかお、なるほど、覚えとこう。インスタ映えで調べたけど、あ、合ってそう、合ってそう、うん、そこで合ってたみたい。わ、すごい、すごい。パシフェコ、横浜が言えない。え、どんな方だろう。パシフェコ横浜、パシフェコ横浜、パシフェコ横浜、言えた。カンパルは芸能人の間でも有名。え、どこだろう、多分行ったことないな。エビフライサンド、へえ、ちょっとエビフライとか、ちょっと私のこと絶対狙ってきてる、それは。トマトさん、銀のだるま、ありがとう。あ、エビが、あ、美味しいんだ、へえ。今日が良かったと思えるの、隣の席は東京ちゃんの聖地席。そうだよ、そうだよ、え、すごいすごい。そう、そこそこ、そうだよ、そこもね、東京ちゃんといたとこ。そう、豆腐みたいな感じ、そうそう、店が、そうそうなの。え、すごい、なるみさんが行ったとこ私めっちゃ回ってない。冷麺の場所もあだし、今回今日行ったカフェもだし。私が逆聖地巡礼してるじゃん。だから、あ、近くにあるんだ、そうなんだ、へえ、知らなかったな。そう、サンシャイン栄のほんと近くね。そうだね、りくしさんにいつか連れてっていただきたい。ぎゅうちゃん岐阜、今は岐阜にいますよ。そう、お母さん、明日エステ行ってくる。どうしよう、これ私の行ったエステまで特定されてしまうんじゃないか。一緒のとこ行っちゃう、わかんない、男性行けるのかな、どうなんだろう。プリンか滑らか派か、昔ながら、え、私はね、プリンは滑らか派だけど、今日の男もすごい美味しかった。プリンはね、ジャージー牛乳が使われてるあのやつが好き。なんかあるじゃん、めっちゃ美味しいの、ジャージー牛乳、多分見ればわかるけど、あれが一番好き。でも滑らかプリンとかも美味しいね、焼きプリンとかも美味しい。でもジャージー牛乳のプリンが一番好き。オアシスはね、今日なんかね、 TikTokのイベントか何かやってるみたいで、そう、今日は行かなかったんだよね、ちょっと気になったけど。そうそう、スチームとかやってたの。そうなの、そうなの、そう、今日は、今回はエステ、本当はお母さんも前のは一緒に入ったんだけど、今回は枠が一つしか入ってなかったから、私だけエステしました。そうそうだよ、 SS レアだよ。メイクはね、そう、エステいたからしてないけど、そう、肌ツヤがちょっと良くなってきました。初めから気づいてた、絶対嘘、多分ね、この中で気づいてたの0人だよ。いつも綺麗だから、あ、もうそれ言えたらもう完璧だよ、それタワさん、完璧それは。何、新宿タコの店で、あ、プリン食べれるらしい。あ、そうなの、あ、今日行ってたやつかな、出張みたいな感じかな。へえ、いいじゃん、行っちゃう。パシペコ横浜みなとみらい、へえ、そうなんだ、駅、あ、握手会、なるほどなるほど、そういうとこね。コンパルのエビフライカツサンド、行きたかったな。エビ天とエビフライの区別つくかな、さすがにもうつくよ、お肌もちもちやね、今気づいたでしょ。どこのエステ行くわ。どうだろう、男性行けるのかな。駅前の近間、あ、3店舗、あ、そんなにあるんだ、1店舗かと思った。メールの返信するときはね、ハッシュタグユンヤンへお返事で、そう、あの、書いてもらえ、お返事。そう、確かね、プロフィールにね、プロフィールの下の方かな、書いたかな、あ、メール、ね、自己紹介の下の辺に、そう、書いてある、ハッシュタグギーニャへお返事にしてもらえれば、そう、普通にフルネームで奥田ゆいなとかでも大丈夫ですし、見てます、全部見てます。たまにオーディション時代使ってたギフちゃん66の方も見てます。牛乳プリン、そう、好き好き、大好き。でも滑らか、そう、滑らかプリンも好きだよ。市販のプリン食べる食べる、最近実家に帰ってきたら、何、なんかプリンあった、なんかを食べた、大きいやつ、
熊本の方か。そう、なんか TikTok のやつが今日ちょうど名古屋でやってたの。そうなの。あ、来週の名古屋行くの？え、寄ってみる。いいじゃん、いいじゃん。ぜひ行ってください。あ、ありがとう、うまちゃん教えてくれて。そう、うまちゃんが教えてくれた。これでお返事の返事だけ漢字にしてもらえれば。エステの店道で宣伝したらサービスで安くなるかもしれない。なんか宣伝になっちゃうじゃん、それはねえ。今日特に買えると思った。本当か、本当かそれは。あ、55になったら誕生日しますね。岐阜プルシック、え、知らないな。どこなんだろう、岐阜のどの辺なんだろう。明日から名古屋だから。名古屋だから、うー、あ、そっか、東京時代で行かなくても名古屋で食べれるから、行っちゃう、行っちゃう。おはようのプリン、え、どんなんだろう。パッケージ見ればわかるかな。ミミミのミミ太郎さん、ミミ。かわいい、ありがとう。綺麗、ありがとう。町田の下、お、なるほどなるほど。栄ね、栄の、そう、行ってきたの。え、変身するの、ありがとう、見るね。そう、ユンニャンの返事で、ぜひぜひ。ママさんはエステなしでも綺麗、私は綺麗じゃないってことか。プチムリ、え、でもプチンではなかった、確か、なんかプチンではなかったけど、うん、なんだろう、でも上に白いの乗ってた。そう、土曜の夜に行くところは予約、お、予約済みなの。え、いいじゃん、どこ行くんだろう。こんばんは、こんばんは。うんうん、ん、昨日気づかなかったけど、なんかシルバーになってるよね、多分これシルバーウィークのやつでなってるよね。ほえ、気づかなかった。へえ、なるほど。スタバメール好き、あとどれ頼むか迷う、本当に。ちなみに今日はスタバは行ったけど、今日はドリンクは頼んでない。今日はフードだけ、あの、行ったよって、いくらでも1円以上買えば、そのスタバのカードから払えば、1円以上払えばあれなの、なんでスタンプもらえるから、今回はスタンプだけ欲しかったから。そう、ご飯カフェの後だったから、飲み物買わずにクッキーだけ買った。で、そのクッキーは弟にあげた。スタバメールはね、よく送る、毎月1回は絶対送る、新作を飲むから。そう。新作飲んだり、珍しい店舗行くとよく送るよ。ね、シルバーになってるよね、すごいよね。ヤスさん、銀のタコありがとう。中ペさん、すごい、赤のタコかける10、ありがとう。みっちゃんのはずまご、あとひひさん、だるま、銀のだるま、ありがとう。ね、豪華だよね、すごいよね。パステルの名前がプリン作った人のお店、プルシック。あ、そうなのね。へえー、知らなかった、それは。へえー、そうなんだ。背景はいつもないね。あ、色だけ変わったの。へえー、なるほどね。マクさん、かわいい、ありがとう。ヤシミさん、銀のだるま、ありがとう。そう、弟いるよ、2つ下の。今、中3。中3の弟がいるよ。目が綺麗。そう、そう、スタバで、そう、今回の芋を頼まなかったの。そうなの。あ、可能って読むの、そうなの、可能じゃないんだ、可能って言うんだ。へえ、ついでに出てくる。え、いいじゃん、いいじゃん。そう、スタバね、そう、高確率で行くの。そうなのよ。そうそう。じゃあ、次回になったようなので、あれです、ランキング、ランキング読みましょう。ふふ。じゃあ17位台の方読んでいきます。17位トマトさん、16位イケビさん、15位ワンダさん、14位ブレイクラインさん、13位ヌリコさん、12位ダルミさんがさ、アットの後変えるのって私初めて見たかも。オーディション中もメンバーになってからも多分ずっとね、サヌキうどんだったから初めてかも。あ、待って、変わっちゃった。もう一回言います。17位ワンダさん、16位ブレイクラインさん、15位ヌミコさん、14位ナルミ、あと今日は肌が SSR さん。なんか慣れない。13位ユイキニャン、12位ももじろ、あとおつまじゃない、おつもみんさん、11位スプマンデさん、
トップ10、10位なすちゃん、9位きお兄さん、8位やましんさん、7位うまちゃん、あとやみず&お肌もちもちみーさん、いひさん6位マックアット、またおつもみ、おつもみママさん楽しだと聞き捨てならぬ。それではトップ5いきます。5位暫定アット暫定ちゃん、4位みっちゃんの初孫アットいひひさん、トップ3いきます。3位サンライナーさん、ありがとうございます。3位が2位やおたアット、あこっちはおつまみさんありがとうございます。2位じゃあ1位の発表します。どこどこします、いきます。今日は長め、はい、今日のランキング1位は長っぺさんです、ありがとうございます。1位、ありがとう長っぺさん、タコをたくさんくれました、タコありがとうございます、感謝ありがとうございます。やばい、もう3分だね、お肌もちもちだよ、今日はもちもちそう、おやすみ、おやすみね、お疲れ様、また明日の配信で待ってまして、明後日は、はい、イベントのお礼配信をさせていただくので待ってます。ぜひ来てください、お礼させてください仲良くと一色はギフト飴だから、それ以外、おギフト飴はもう固定なんだね固定なんだね、すごい嬉しいね、また明日だね、また明日くれくれ、あと SU のなんか MV とかの聖地でどこ回ろうかな迷うのね、いろいろ行きたいとこあるから、息をする心とかは行ったことあるんだよね、そう、前東京行った時に息をする心って東京で撮影した場所もあるからさ、そこ行こうかなって、目黒の辺あったから行こうかなって思ったけど、ロースタリーのスタバの店舗行った時にちょっと離れてたから、そう、行けなかったよね。いろんな聖地回りたいんだよね。とりあえず広島をコンプリートしてから県外出ようかなって思う。そう、聖地巡礼とか好きなの。もともとアイドルオタクで乃木坂さんとか好きだったんだけど、そうそう、だからそういう時も聖地とかよく行ってた。あ、無謀のけ、あ、香川いいね、香川うどんも食べよね、東京、そう、目黒、そうなの、千穂さんの最初のシーンのところがね目黒なんだよね。でもスタバの店舗からちょっと離れてるから、そうね、広島をまず、そう、見たらはね絶対行きたいのよ、そう、行きたい、撮影場所行きたい、二期生さんがのぐるーってとこで踊ってたあそこも行きたいね、また聖地いろいろ巡って写真送るので待っててください。多分今日はそろそろ終わるね、ペダルも行きたい、そう行きたい、未来心のか未来心がいつも迷う、あ、終わる、じゃあね。